目が覚めたんだぞ。後半、試合が始まってすぐ、グリムがぶん投げたディスクが頭に直撃して気絶したの。覚えてない？超ロングシュートを決めてやろうと思ったんだけどね。初心者が無茶な真似するからだ。とにかく目を覚ましてよかった。全然目を覚まさなかったから、打ちどころが悪かったんじゃないかと心配してたんだ。てなわけで、お前が寝てる間に閉会式もとっくに終わって、もう会場の撤収作業始まっちゃってるよ。ち、あいつらマジでディスクじゃなくて俺たちを直接狙ってきやがって。おかげでディアソムニア領と戦う頃には俺たちヨレヨレ。結局優勝はディアソムニア領っすよ。レオナ先輩、ラギー先輩、目が覚めたんすか？ち、この俺が昼寝以外で保健室のベッドを使う羽目になるなんてな。ディアソムニア寮生は一人もここに担ぎ込まれてないとこがまた腹立つっすね。噂には聞いてたけど、マジでディアソムニアの寮長半端なかったわ。ああ、すごかったな。監督生も見たら驚くはずだ。あれに勝てるイメージ湧かないのはわかるって思っちゃった。ふん、挑む前から負ける気でいたら勝てるもんも勝てねえよ。俺は来年は絶対ディアソムニア寮に勝ってみせる。卑怯な手を使わず俺の全力を尽くしてな。ふん、卑怯な手だって自分の力のうちだろ。反省？どこに反省の必要が？今年の大会は俺なりに全力を尽くした。来年もまた勝つために全力を尽くすだけだ。さすがレオナさん、そうこなくっちゃ。やれやれ、先が思いやられるぜ。来年こそはトーナメント戦に出てやるんだぞ。僕たちも選手枠として出られるように頑張らないとな。確かに今年みたいにカッコ悪い目立ち方はもう勘弁だわ。あー、アジタやっと見つけた。ん？何なんだぞこの子供。レオナアジタ。あー、くそ、うるせえのが来た。レオナアジタ。この毛玉は兄貴の息子のチェか。俺の甥だ。甥ってことは、これが王位継承権第1位の。おじたんの試合かっこよかった。今度帰ってきたら僕にもマジカルシフト教えて。分かったから耳元で大声出すな。もうお前、お月の奴らはどうした？今頃暴くって探してるぞ。おじたんに早く会いたくてみんな置いてきちゃった。レオナ先輩の苦悩の種って。しかもめちゃくちゃ懐かれてるんだぞ。うるせえな、ジロジロ見てんじゃねえ。ねえねえおじたん、次いつ帰ってくるの？来週？その次？あ、僕のお手紙読んでくれた？ああ、何度も言ったろ、ホリデーには帰る。おい、腹に乗るな。レオナ先輩の腹にずかずかと馬乗りに。こりゃ大物っすわ。レオナさんが実家に帰りたがらないのはこういうことだったんすね。みんなおじたんのお友達？そうそう、おじたんのお友達ねえ、レオナおじたん。おじたんって。いいてめえ、笑ったら傷に響く。てめえら笑ってんじゃねえ、後で覚えてろ。あいつはいねえな。風呂か。では本日のお楽しみタイム。サバナクローリオに落ちてたのをこっそり持って帰ってきちまったけど、本当にこれ
アメちゃんじゃないなら何なんだ。まあいっか、俺様が見つけたんだから俺様のものなんだぞ。いただきます。これをまたちょっぴりビターでピリッとした刺激が舌を楽しませる大人なお味なんだぞ。これを味わえないなんて人間はもったいねえな。腹が膨れたら眠くなってきたんだぞ。